何見てんだよ。熱々のおでんを食わせてやろうか。イーマリー、ちょっと不良になる。お姉ちゃんは留学、お勉強で少しいなくなるだけだからすぐに帰ってくるからさ、な。だからもう泣くなって。ヤンヌは無事着いたか？そうか、こっちは大変だよ。イーマリーがずっと泣いててさ、お父ちゃんは鬼だ、首切ってやるとか、呼吸がどうとか、わけわかんないこと言ってずっと泣き叫んでるよ。笑い事じゃないよ。うん、だからペットでも飼ったら少しは気晴らしになるかなって。うん、うん。なんで親父はいつもそうなんだよ。こんな家出てってやろう。何見てんだよ。ふむふむ。ん？おい、どうした？なんだその格好。家系なのだ。は？お前それ目にかけてるの部屋の表札？前見えないんだ。いけ。あ、おい。家出ってどこに行くんだ？島を出るのだ。三輪車で？おう、咲さないでくれ。今までお世話になったな。ご自愛くださいませ。ご自愛。やっぱペットでも飼ってやるか。